かりはお助けを。この大鬼の大将が鳴神の城から蔵ごと持ち去った黒蜜の太刀はどこに。正直に答えねば舌を抜くぞ。おめえもあの刀を探してんのか。モラがあの蔵にあると踏んで親分に出張ってもらったんじゃが。とんだ目算違い。刀は影も形もない。親分にくっぴどく絞られたのよ。嘘じゃねえ。地獄組んだりまで出向いて無駄足とは。残念じゃがエンマに見つかる前にずらからねば。お嬢ちゃん、地獄は初めてかいな。まあ焦らんで一服していきなあれ。何でやねんと思ってるやろ。近頃仕置き用の獲物を盗んだ奴がおるらしゅうて、亡者を痛めつける攻め具はエンマ様の管理になったんや。ゆで釜一つ使うのも手続きがややこしゅうて、仕置きも長い順番待ち。鬼の方がヘトヘトや。どっちが罰受け取るかようわからん。こんな時はのんびりやった方がええねん。フグはうめえが、板前代をケチって自分で裁くもんじゃねえやな。敵面当たって打ち殺よ。いや、俺の答えだ、俺の答えよ。それより息子の八十八のことだ。情けなくって父ちゃん涙が出てくる。あの野郎、こともあろうに俺の葬式代をケチりやがった。おかげでこっちはこれこの通り地獄に真っ逆さまよ。どうせあいつもうっかりこっちへ落ちる口だろうから、来たら鬼に代わって俺がこってり仕置きしてやらな。お主は、わしは悪事が公儀の知るところとなり、証拠も明白、言い逃れも聞かず、打ち首となったわ。おお、鳴神の悪代官か。腰の重いお上にしては、手際の良い処罰。桃姫の留飲も下がろう。かつての主従が今ではこうして、地獄に落ちた者同士。これからは仲良くいたそうではないか、姫。こっちは冷やかしできたまでよ。お主の消息は良い手土産。もう会うこともあるまいて、鬼どもと達者で暮らせ。旦那様、よくそご無事で。お探ししました。てっきり鬼に捕らえられ、エンマ様のもとへ連れて行かれたに違いないと諦めかけておりました。ここで極卒乱に見つかっては元も子もない。話は後にして急ぎましょう。ご そうでございますか。黒蜜の太刀はどこに行ったか皆目行方知れず。はて、これからどうしたものか。ここで素直に諦めるようなら、元より日陰は歩いておらぬ。金菊の言葉を思い出して一つ妙案を思いついたぞ。この陣九郎の魂魄が天門をくぐり、天界の神器を浴びて喝殺自在の神通力を手にすれば、黒蜜などいるまい。なんと恐れ多いことを。地獄巡りだけでは飽き足らず、今度は天に乗り込むと申されまするか。天魔となりお前をはべらせ、衛星を生きるのも悪くはない。伊勢天神の細道、高間ヶ原に入る道を教えろ、金菊。そんなことをしでかせば、諸神お怒りにならぬはずがありません。
どうかどうかお許しを旦那様。いいや、コンギク、案内せい。Woohoo!